ははいこんにちはレトスののです今回なんですけども勉強しなきゃいけないっていうのは分かっているけれどもえ勉強できない怠けてしまうそういった方に今回1つアドバイスできればなと思っております勉強しなかったら今年の試験合格できないこれ分かりますよねだから勉強はやるけれどもまだ大丈夫だろうっていう気持ちが頭の片隅とかにあるんじゃないかなと思うんですよ。 だから今日はまあ勉強しなくてもいいかなっていうような怠け心が出て結果的に勉強しないそれが明日も続く明後日も続くで試験4ヶ月3ヶ月ぐらいになってそろそろやんなきゃ本気でやんなきゃと思って本気で始めるけれども1ヶ月ぐらい経ってああもう間に合わない一応試験受けてみて結果落ちてしまうでその時あなたはどう思いますかあの時やっておけばよかったな そう思わないでしょうか試験が終わった後、あなたの前に神様が来てこう語りかけます。もしあなたが3月19日に戻れるとしたら、あなたは戻りたいですかもし戻りたいのであれば、それを叶えてあげましょう。そう言われたら、あなたは戻りたいと思わないでしょうかもしそれで戻ったとしたら、あなたは本気で勉強すると思うんですよ。神様がいなかったら、 試験が終わった後あの時に戻りたいと思っても戻れないんですよねでももし神様がいたらその時に戻れるもし戻れるとしたら戻りたいじゃないですかそして今あなたは戻ってきたんです今この動画を聞いていなかったら今日も本気で勉強することなく明日もまだ大丈夫だろうあさってもまだ大丈夫だろうそう思っていたんじゃないでしょうか時間って戻すことができないんですね どれだけお金があってもお金で時間は買えないんですだから一日一日を大切にしていただきたいんですもしあなたが今年の試験で合格したいと思っているのであれば今日勉強しましょう一日一日の積み重ねが合格になるんですよねもちろんやる気が出ない時もあるでしょうこれは仕方がありませんでもモチベーションが上がらないやる気がないそんな中でもやれる人ってやっぱいるんですね そういった人が合格をつかむんですあなたにもそうなってほしいんですあなたにもできるはずなんですよやる気が下がったらもちろん勉強量は少なくなるかもしれないけれども一問でも二問でも解くことってできるじゃないですかそれでいいんです勉強って習慣なんでできるだけ何もやらない日っていうものを作ってほしくないんですね少なくても毎日勉強するっていうことを続けてほしいんです 体調が悪い日もあるでしょう。もちろんインフルエンザにかかって高熱になって勉強できないそういう時は仕方がありませんでも多少の熱で勉強できるというのであれば1問だけでもやるそれでも全然構わないんですその気持ちがすごく重要なんですね今のまんまだったら合格できないかもしれないなもしそう思うのであれば今日勉強しましょう過ぎた時間は取り戻せませんあなたが今年合格することを楽しみにしております 学研試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょう